批判的地域主義とは、近代建築におけるむ、場所性や場所のアイデンティティの欠如、建物の地理的文脈を用いることで彫刻しようと、する、建築へのあるアプローチである。批判的地域主義という言葉は、建築理論家のアレクサンダー・ツオニスと、リアン・ヌル・フェーブルによって、最初に使われ、これとは、いささか異なった意味において建築しやの、 ケネス・フランプトンによって用いられた。批判的地域主義は、バナキュラー建築で言う地域主義とは異なる。それとは反対にアバンギャルドで、モダニスト的なアプローチであり、ただし地方的あるいは地域的前提から出発する、ものである。批判的地域主義という考えが登場するのは1980年代初頭。 モダニズムへの反動であったポストモダニズム自体がその頂点にあった頃である。この言葉に最も関係しているケネス・フランプトンは実際しかしながらポストモダニズムに批判的だった。批判的地域主義という用語が混乱して理解される理由は部分的にフランプトンの有名な論文批判的地域主義に向けて抵抗の建築に関する6つの考察が 美術評論家のハル・フォスター編による、ハンー学、ポストモダンの書層で最初に発表されたことにある。同書の序文でフォスターは、ポストモダニズムはそもそも存在するのか、それが意味し得るのは何かとさえ問い。さらに同書の著者10人中9人までが、モダニティの計画は、今や、大いに疑問という問いを共有していると、述べたからである。ソニストル・フェーブルによる、 批判的地域主義は、地域主義そのものについて会議的で、観光振興の地域主義や、商業的な地域主義、干渉的な地域主義、愛国的地域主義のイデオロギーを批判する。地域的、歴史的な文脈から直接導かれる必要はなく、むしろ要素は文脈を剥がされ、いつもと異なる方法で用いられうる。ここでの目的は、内政へと、 自己評価によって、ありきたりになっている、いつもの場所を喪失させ、そこからの断絶を明白にする以下効果である。具体的には、ホセラファエル・モネオの国立古代ローマ博物館、ライリー・アンドレーマ・マピエティラのタンペレ中央図書館、ジャンカルロ・デカルロや、ルシアン・クロールの建物使用者がデザインに参加する、プロジェクトなどを評価した。批判的地域主義に向けて、 抵抗の建築の6要点でフランプトンは、ボールリクールのいかに近代的でありつつ起源に疎押し得るか、古く眠った文明を蘇生し、それを普遍文明へといかに参画させ得るかを引く。フランプトンの考えでは、批判的地域主義は、近代建築が持つ普遍的、進歩的特質において、それを取り入れるべきであり、ただし批判的に、 そして同時にその建物の地理的文脈に価値を置くべきものとされる。フランプトンはこう述べる。強調すべきは地理、気候、光であり、背景より結構形態であり、視覚性より触覚性である。この議論でフランプトンは現象学によっている。フランプトンが具体的に挙げる例は、ヨーン・ウッツソンとアルバールトである。フランプトンの視点では、 ウッズソンのコペンハーゲン近郊にあるバウスベア教会は普遍文明と世界文化の統合に自覚的という。このことは合理的、モジュラー的、中性的で経済的、そして一部プレハブ化されたコンクリートの外郭、そして非経済的に特別デザインされた有機的内郭、宗教的空間への光の導入の仕方。 西洋文化に洗礼がなくむしろ島のパゴダの屋根ののとフランクトンが見る複数文化への参照の対比に明らかである。アールトの場合、サユナットサロの役場の赤レンガについて、そこには普遍テクノロジーへの抵抗と触覚的素材の使用によって効果的となる目論ろみがある、と論じる。例えばこう述べる。階段室壁面のザラザラした。 レンガ壁面と議会室木床のたわみの対比を感じる。思想家のフレドリック・ジェームソンは、フランプトンの批判的地域主義は、モダニズムへの相対的距離を持つ地域的様式を使い、グローバルな資本主義や企業による企画化への抵抗を目指しているとし、この点について批判的注釈を行った。20世紀後半のポスト資本主義はマーケティングにより、 地域固有の思考に合わせて地域の文化を尊重する。そのため地域的なものがポスト資本主義と結びつきあなたの代わりにあなた以上に正確に作り直してくれるのだという。批判的地域主義はモダニズムの普遍性と地域的な個別性を同時に扱うが抵抗という意志を除けばポスト資本主義と接近する。 そのため抵抗を続けることが必要だという。ウッソンとアールとの他に、以下の建築家が、批判的地域主義をその作品において用いてきている。スタジオグランダ、マリオ・ボッタ、エドアルド・ソート・デモーラ、マザルール・イスラム、BV 同士、チャールズ・コレア、アルバロ・シザ、ホルヘ・フェレイラ・チャブ、ラファエル・モネオ、ジェフェリー・バワー、ラジ・レ・ワル、ミル・カンス・チャヤ、アンド・タダオ、マック・ス・コギン、 メリル・エラム、グレン・マーカット、ケン・ヤング、フィリップ・マデック、ウィリアム・ S.W. リン、テイ・ケースン、ウォーハ、ユハニ・パル・ラスマ、ユハ・レイビスカ、カルロス・カルパ、ペーター・ツムトア、ダン・ホク、ベン・オー、ピーター・スタッチベリー、デビッド・レイク、リック・ジョイ、スベレフェーン、である。ソニストル・フェーブルがこの言葉を使ったのは二人のギリシア人建築家。 ティミトリス・スザーナ・アント・ナカキスに対してであった。批判的地域主義は、建築に続き、カルチュラル・スタディーズ、さらに文学研究や政治理論、とりわけ、ガヤトリシース・ピバクの仕事でも用いられてきた。2007年のジュディス・バトラーとの共著誰が国民国家を歌うのかでスピバクは、確固とした、ナショナル・アイデンティティや国境に根拠を置くナショナリズムの、 脱構築的代替を提案する。ダグラス・ラインハート、パウェルの著、批判的地域主義、アメリカ状況における政治と文化の結合では、最初の建築理論での使用から、文化や文学や政治理論への、この言葉の使用の浸透の軌跡を後付け、さらに、これらの交差領域に依拠した方法論を提案している。批判的地域主義は、ある程度の地域的、 歴史的な文脈が残っており、地域の連帯、共同体があることが前提である。そのため都市の工業地帯や、スラムなどでは機能しない。そこでルフェーブルは、映画、ブレードランナーなどに言及しつつ、都市のありのままの姿を見つめる、ダーティリアリズムの建築を提唱した。大都市には、インターナショナルスタイルの高層建築物が立ち、他の国の大都市と、 類似した環境になりやすい。ダーティリアリズムのように、その環境を都市の地域的な個別性として設計することで、インターナショナリズムと地域主義の二重化が可能になる。具体的には、ジャン・ヌーベルのネマウサスイジャン・ヌーベルとミール・トビタールのオニキス文化センター、レムコール・ハースのマコーミック・トリビューン・キャンパスセンター、モーフォシス、フランク・ゲーリーなど、アトリエ1、 黒田純造のメイドイン東京もダーティリアリズム的眼差しを持つ。土着的建築技術を最大限活用するハッサンファトヒーやバイオクライマティックデザインを展開するケンヤングなどはエコロジーと地域主義の接点を見出している。ありがとうございます。